行け行け、いいぞいいぞ、よし。子どもたちが恐る恐る煙が充満したテントの中を避難しています。石狩市が開催したこのイベントは、災害への毎日の備えの大切さを実感してもらうため、中学生までを対象に行われ、豪雨が体験できる装置など、さまざまなコーナーが用意されました。前が見えないぐらい、めっちゃ大雨でびっくりしました。はい、大切だと感じました。高所作業車には行列ができるなど、子どもたちは楽しみながら災害意識を高めていました。